ああ、ラニのイベントを進めるとなぜかロジェル君死んじゃうらしいです。でもこいつの服あれらしいんだよね。なんか魔法が強くなるらしいんだよね。あ、奇跡魔術の戦技を強化する。あ、なるほど。あ、奇跡魔術の戦技か。ちょっと限定的すぎだな。ロジェールの手紙。震える文字で綴られた手紙一つ伝え忘れていました。D には弟がいたようです。ノクローンの傍ら水道橋でずっと眠っているのだと。そして彼はその先でかの使用時に見えたのだと。あ、多分そっちの方であれかな。フィアとかそこら辺のイベントも一緒に進むのか。オッケー、じゃあさっき、なんだっけ、カーリアの逆さ像をもらったじゃん。それを使って、フィアの方のイベントを進めれるっぽいから、先にね、そっちを進めちゃいましょうかね。カーリアの書院、ここも初めて来たな。ここで、なんか、そのカーリアの逆さ像を使って、リエニエの真珠島に行けるらしいっす。あ、セルブスじゃね？違うわ、ミリアム。誰だ、お前。お前、ローレッタの弓を、食らってみるか？それ絶対ローレッタの大弓やん。俺も使えるんだぜ！いやー、ダメージひょぼーい！あいつ魔力カット率相当いい防具使ってんな。近距離の方がいいか。え、近距離で殴ってもまあまあ硬え、こいつ。もうこいつすぐワープするやん。すまん、これミリアム近づけないんだが、これ緊急だと攻撃不可？終わりだよ。え、こいつさ、あれじゃない、近距離縛れん人超大変そうじゃない？降り注ぐ魔力なんだそれ。なんかさ、このカーリアの逆さ図置く場所ねえなーってめっちゃ探してたらさ、入り口に置くらしいわ。さすがにググったね。なるほどね、この入り口に逆さ図を置くと、今まで、この、何、探索しても道進む先なかったよーってのが行けるようになりますよーってことか。そういうことか。お。何、もしかして星ごと動かしてるとかそういうわけじゃねえよな。これが魔術の結晶か。ちゃんとその傾き、おしゃれな感じに傾けるんだ。あ、逆さ像を外す、戻すこともできると。これ外は別に変わってないよな。変わってなさげか。外はそうだよな、さすがにな。天球儀を後世に伝えたまえ、星と月の断りを。そして永遠に隠したまえ、王女の罪を。あーはーん。え、ミリアム復活すんのかよ、あいつ。あ、待って、こいつの突進、これどうやって避ける？これ回避でいけんのか？あ、いけるわ。あ、なんだ、これ回避で避けれるんだ。で、この間、魔術もできちゃうと。今の僕ならね。そう。今の魔法剣士の僕ならね。これは？ダイビング、オッケー。ねえ、はめるなよ！もうこんな、ミキサーですやん。いや、魔法剣士いいかも。なんか楽だわ。普段攻撃できない後隙にさ、攻撃できるのめっちゃいいかも。そしてこいつの意識もらったけど、キモいなあ。でもなんかちょっと可愛いかも。あら、あれがないね。2本指がないね。普通2本指が置いてあるよね、真珠島って。死の受魂、星見少女の伝承。あはーん。恋人、おう、恋人。ああ、かわいいやつよ。死竜五章ラーネ。おい、何言うてんねん。あ、これあれか。ラニの本体か。あれなんだね。なんか、レナーラぐらいでっけえのかなーとちょっと思ったけど、全然、普通の人型サイズなんだね。星見少女の伝承、女王の伝承が刻まれたタリスマン、知力を高める星見の少女は夜空を見上げて歩いた。ずっとずっと星を追って旅をした。そして満月と出会い、少女と、女王となった。これあれか、レナじゃなくてラナナの方の話か。ラニとレナラ、お茶混ぜになっててずんだ生えるのだ。じゃあ俺、ソレイの森戦ったことないからさ、ソレイの森じゃない、ソレイの王戦ったことないからさ、ソレイの王倒して、そのまま、なんだったっけな、ガーゴイル
とかの方を倒すのが多分そのフィアのイベントに関わるやつだよね。そっちも、いや、一緒にまとめてやっていこうか。あ、こっちが本体か。これでソレの王と戦えるっちゅうわけです。ごぜやすね。ソレの王はあれなのかな？戦わないと、その先進めないのかな？でもなんかこいつ聞いたところによるとクソ雑魚らしいんだよね。とりあえず、ローレットの大弓、どんぐらい入る？はぁー！外してんじゃないよー！この至近距離で大弓を撃つ意味！待って、ダメージ高くね。おい、クソ雑魚っつってたの誰だよ。攻撃力普通に高いし。なんだ、ブレス？あ、手前に巻くだけ？持続ブレスか。ねえ、大弓撃てない。え、死んだ？死んじゃった。次ワープか。それなんかしてくる？突進とか？いや、移動するだけか。ほーんほーん。一発637。え、大弓でいいですやん。ちなみに奇跡魔術とかだとどんぐらい入るかな。よっこいしょい。一発300。こっちの方がコスパいいですやん。まあ、でも普通に殴った方が絶対早いよねこれ。もう殴った方が絶対強えな。マジで魔術ってさ、もしか、やばいかも。もしかして魔法ってさ、そもそも全体的に結構弱いもの？それとも俺の知力が足りてないだけ？普通はあれなのかな、知力60とかそんぐらいにしないとあんまり弱いのかな。え、なんだなんだ、なに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 、回復した？しかも回復量えげつないんだけど。嘘でしょ。なるほどね。してそのなんか巻いてるボヤボヤは多分ダメージ食らうんだよね。ほい。で、ワープと。もうワープめんどくさいな。まあ、ワープしたらつぶて打てはいいか。無敵状態でごぜやした。ほい。待って、曲かっこいいぞお前。あ、やばいかも。あ、違う、ワープだ。また回復かと思ったわ。あれ、なんかでかくなってね。気のせいか、さすがに気のせいか。あ、でももう殺しちゃうよ。あ、殺しちゃった。あー、やっぱ遠距離って素晴らしいね。あ、お前トロフィー対象じゃん。こいつあれだな、多分近距離でしか戦ってない人からしたら、つどつどワープされるのクソだるいだろうな。でも遠距離持ってる状態だったら、今俺みたいな魔術剣士とかだったら全然余裕だな。近づいたら火力稼げて、遠くなってもまあ別に殴れますぜみたいなね。え、こいつもしかして戦う必要なかったのかな。なるほど。俺、ソレの王を倒したらなんか道が解放されるもんだと思ってたけど、ソレの王別に倒さなくてよかったっぽいわ。まあ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 、初めての戦闘だったから、結果オーライでしょう。あ、これ、いや、生きてる人なのか。これが D か。掃除の鎧意識渡しますか。ああ、やっぱこれが D の弟っちゅうか、D なんだ。ダリアー。誰やって誰だ？フィアの本名とかそういうことかかな。てかあれか、その蝕まれた探検の送り主ってこいつなのか。え、何も起きないのかな。あれでもなんか召喚サインが出てくるとか書いてあった気がするんだがな。あー、出てる出てる。まあでも弟がこの兄に成り代わるんだ。まあでも俺は一人で行っちゃいますけどね。さあ、英雄のガーゴールさん、はじめまして。対戦よろしくお願いします。魔法どんなもん。はあ、避けた。こいつめっちゃ避けるやん。257か。なるほど、いて。ガーゴールな、戦ったことあるけどあんまりいい思い出はないよね。やばい。あ、でもなんかあれだわ、ケイリッドのやつってさ、なんかシノルみたいな色出してじゃん。グレートカリアドン出すか。あららららら、
とりあえず魔法をさ、魔法とかグレートカリアルを適当に使ってる余裕ないから、普通に剣士として戦います。ほい、688、いいね。なんだそれ、毒斬り？毒斬りだな。さすがにあれだね、黄金銃に誓ってとか使ったらまあまあいいダメージ出るわ。いて、2体目くんの早くないか。もう半分超えてたか。とりあえず2体目を視界に入れたいが、ふっ、あ、でも2体目結構あれか、ノロノロ動いてくれるんだ。あ、毒が毒が毒が、やばいかも。でも火力で一回ゴリ押してこいつを殺せばもう1対1だから、さすがに余裕だね。体力さすがに低いな。あと俺一発500、600しか出てなくてね、毒こんだけでしょダメージ。え、なにそれ、かっこよすぎ。初めて見たかもしれない。てかガーゴイルとさ戦うこと、あんまり正直あんまり戦ってないからさ、そのあの剣と斧持ちじゃない、こいつは正直多分初見と言っても過言ではないぐらいなんだけど、あれだね、やっぱかっこいいねガーゴイル。ただ毒はやめようよ。お前グレイオールの竜塚のガーゴイルを見習いな。あいつはもっと強かったぜ、知らんけど。俺がクソザコの時に挑んだから強えっていうイメージが強いだけかもしれん。あ、でもあれだね、ガーゴイルやっぱ全体的にスカスカなんだね。じゃあ貴様、カーリアの英知の結晶の前に沈んでくれるか。ガーゴイルの体験、両刃剣。あー、両刃剣ってあれか、ツインナイトソードか。体験これダセー。なんでこいつらあれなの、武器こんな汚いの。このま、へ、どう、ま、へ、この、このへばりついてる変なのは何？あー、これか。これでようやくそのフィアのいる死の根？ん？根の底？に行けるんだね。おー、初めてだわ。てかさ、石棺の中に入ってさ、この滝壺を降りたろうって主人公考えてること結構ね、ぶっ飛んでるよね、これ。頭いかれてるとしか言えんだろこれ。今これさ、自分で締めるとこまではわかるけどさ、何を原動力に動いとる。あ、え、上に上がるの。あ、俺勝手にあれだわ、滝壺を下に降りるもんだと思ってた。ここがあれか、そもそも滝の下の方なんだ。下っていくんじゃなくて登っていくんだこれ。RTA とかだとさ、だいたいここら辺もちょん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 ってカットされるからさ、カットされるか超早送りで俺もなんかスマホいじってたりするか、だからさ、初めてこのムービーまともに見たかもしれん。あー、でもなんかこの風景見覚えある気がすんな。棺で降りていくんじゃなくて登っていくんだ、おもろすぎでしょ。つかカーリア意識マジでイケメン度合い高くね。うわー、雰囲気怖っ。俺そういう怖い、なんか暗い雰囲気のさマップが嫌だからさ、ダクソシリーズやってねえのに、結局エルデンでもそういうところ行くっていうね。未だに行動とか入んの嫌だもん俺。こんなところに指読みのばあさんいんのかよ。しかもなんかめっちゃメッセージ囲まれてる。こいつ姫プされてるぞ。ゴッドウェイ様ー、なんと醜いことでしょうか。ああ、あのタコみたいな顔になってるゴッドウィンのことを醜いって言っちゃうのか。坊ちゃまは死ぬべきでした。ああ、あれか、ゴッドウィンはなんか肉体は、ん、肉体は死んで
魂は生きてるみたいな、そういう状態だったのかな、確か。だから完全に死ねてないみたいな、中途半端に死んじゃったから、それをこいつは嘆いておる的なやつだった気がする。黄金の貴公子が死に生きるなどと、そんな醜いことがあるでしょうか。お前、黄金の使用時をお前醜いとか言うなよ。おお、この場所あれじゃない、フォルサクスと戦うエリアじゃない。水の色めっちゃ毒々しいけど、これ別に毒になったりはしないのか。あ、これ使用時か。うわあ、これがゴッドウィンの慣れの果てってことでしょ。キモすぎだろ。え、しかも下半身人魚になっちゃってる。お前魚さんだったのか。わっ、あー、これでフィアの英雄たちと戦闘か。ふわらー、食らうかー。え、お前猟犬のステップそんな使ってくる。クイックステップかな、猟犬のステップかな、わかんないけど。で多分次3体同時だよな。だからフィアに抱かれたやつらがさ、あれしてんでしょ、嫉妬してんだろ俺に。いて、ロジェール、お前待てー、ロジェール、お前嘘だよな。あれ見た目違くない、君さっきと顔違くない、毎回変わる的な。ちょっと待って、やばい、こいつあれだわ、猟犬の長牙持ってる、それ非常にまずい。あー違う、何やってんの俺。お前死体切りしてんじゃねえよ。くしくも同じ構えだ坊や。寝てろよお前は。あ、これで次3体同時と。あれ、こいつ硬いの、なんかこの3体同時の時って敵やばいんじゃなかった。あ、でこれ多分死属性でしょ多分。あー、ドクロロついてけ、えぐ。なんだこいつ、黄金獣に誓ってんのか。オッケー、あとはこのおデブちゃん、ゴータンライオネル、お前だけな名前ありなんだ。他のやつは全員あれなんだね、フィアの英雄としか表示されないんだ。ちなみにこのライオネルってさ、装備は俺もらったことあるんだけど、なんかこいつのストーリーとか、こいつのどういうキャラかみたいな説明って聞けんのどっかで。追跡えぐない、そのドクロ、いつまでついてくんのあれ。こいつだるすぎー、強靭高すぎてさ、まあこいつの防具めっちゃ強いんだけどさ、強靭が高すぎるせいで全然何ひるまないからさ、カウンター食らいまくったわ。なえたんご、あら、フィアちゃん久しぶりじゃないの。やはりあなたがやってきましたか、そんな気はしていました。どうされるおつもり、乱暴な黄金律の原理主義者たちのように我々の全てを否定するのですか。いや、抱かれたい。私は死に生きる者たちの庇護者、汚れの魔女とさえ呼ばれる女です。あなたはそれでもなお私に抱かれてくれるのですね。お前の英雄たちのように、やはり下半身には逆らえない。これでフォルサクスと戦闘、あ、密かな話、あなたは聖痕を見たことがありますか。デミゴッドの最初の死に刻まれるムカデ傷の血管を、ゴッドウィンの聖痕は円卓で取り戻しました。そうなの、いつの間に。けれどそれはもう一つ存在するはず、私はそれを探さなければなりません。我らが王を抱くその時までに。
多分それ俺があのさっき手に入れたカーリアの逆さ像の先のリエニエか、リエニエの真珠島で手に入れた死の呪痕的なやつな、死の呪痕だっけの話だと思うんだよね。死の呪痕を渡す、これはもう一つの聖痕。どうしてあなたが、ありがとうございます。これでゴッドウィンはあるべき最初の使者となり、きっと再びの偉大な生を得るでしょう。ゴッドウィンを一回ちゃんと殺すってこと。私たちの英雄です。私は何もできませんが、せめて一時だけ強く抱かせてください。あはー、光さすカヤの恩寵。これは多分あれなんだよね、あの最大 HP を減少させないんだよね。もうすぐゴッドウィンと同寝します。そしてきっと宿すでしょう。黄金の王子にしてデミゴと最初の死者たる彼の再びの誠意を、死に生きる者たちのためのルーンをあなたにお願いしたいのです。私の子をルーンを掲げ王になってはもらえませんか。死に生きる者たち、そのありさまを許す我らのエルデの王に。私の子ってどういうこと？おほん、ルーンを宿すでしょう。ちょっとまあ、あのハエの音うるさいんだが、お別れですね。でも私は満足している。押し付けられた遺体ではなく、自らの意志でゴッドウィンと同寝し、子を宿すのですから。それにこの子はきっとあなたのぬくもりを継いでいる至近の乙女として生まれ、これ以上の幸福があるでしょうか。あ、こいつって今まであれなの、その遺体を抱いて葬儀的なことをさせられる役割だったってこと？え、てかこいつがさ、なんか寝てくれるという話を聞いたんだけど、全然寝てくんないんだけど。あー、寝てる？死んでる？これで資金の夢に入ると、多分ゴッドウィンを蝕み続けてる死のルーンの、まあ、死と戦い続けてる死竜フォルサクスみたいなと戦闘らしいんだよね。なんかそこら辺はね、結構考察動画とかはさ結構見ちゃってんだよね。でもそういう道中とかはないからさ、言うてまあ戦闘シーンとかも大体スキップされるからさ、まあ、初見ではあるな。雷、あ、待って、こいつ雷からさ、それ死属性だよね多分。待って、ブレスはやばいかも。つかあれだな、その死のブレスがさ、燃え霧がさ、ずっとボヤンボヤンしてるのずるくないか、ずるくないか。てかあれだな、こいつでっけえからロックオンしてると戦いづれば。ほい、そしてこの俺の体のビリビリは、あーなるほど、走って避けられるんだ。いやー、衝撃波、もう雷が落ちてくるタイミングわかんねえな。投げ払いはちょっと遅れてビリビリと。あ、このブレスはチャンスタイム。全然違う、全然チャンスタイムじゃない。こいつ足元にまで炎がね。このさ、俺にくっついてくる雷ってさ、どうしようもないの。ずっとこれ頭を V 破壊したら、ふわー、頭を V 破壊したらこの雷消えるとかないの。あー、尻尾でいっちゃった。デザインかっこいいなこいつ。あ、これ見たことある、なんか大技。いや、かっけえけどさ、それ以外が全体的に戦闘がゴミすぎる。まあ、こういう大型ボスとの戦闘ってさ、どうしてもちょっとつまらんなりがちだけどさ、こういうの考えるとエルデの獣ってあれ相当いい大型ボスだわ。
終わりだよ。エクスカルバー、いで。お前死に際に置き土産すな。あれ、フィアちゃん死んでね。してなんだこれ、なんかめっちゃきっしょい、なんか、あー、しかも絶対プレイヤーに対して正面を向くというちょっと独特の表現のやつきた。修復ルーン、あー、これあれか、そのノーマルエンドの三分岐の一つのアイテムか。なるほどね。これでもうフィアちゃんイベントは終わりかな。ロードを挟むと D 君がいるらしいと。黄金律の怒り、黄金律の正義。お前もしかしてフィアちゃん殺したの？貴様の魔女はこのざまだ。正しく死んだ。肉塊だ。あー、フィアの装備もらっちゃった。この汚れたバイタは、肉塊はもう二度と子を宿さぬ。お前やってくれたな。貴様の母は死んだのだ。え、待って、お前さ黄金律信者じゃなかったの？なんでそのゴッドウィンのための行動を邪魔すんの？弟だから。これ、それが報いだ。 D の怒りだ。魔女め、使用締め。え、何、兄ちゃん殺されたからそれでこいつは怒ってんのかな。何なんだろう。あ、俺のこと知ってる、俺のこと知ってるってことこれ。え、こいつの弟って何。我が兄ダリアンにもやっと顔向けできる。なんでこいつ俺のこと知ってんの。時々入れ替わってたってこと、兄ちゃんと弟もしかして。え、よくわからん。あ、でこれもう一回ロード挟むとこいつの防具が手に入るらしいわ。あー、いつ消えてやがる。何やってんだおめえ。胸クソ悪、最悪じゃん。うわー、順番ミスったー。セルブス、ラニに指切りの刃渡すとセルブス死んじゃうらしいんですわ。こいつの意識別に欲しくないけどな。え、これは、なんすか？セルブスの傀儡の一つ。あはーん。あー、なんか物売ってるやつもいるらしいんだけど、ピーディーか。こいつも殺されちゃったんだ。え、こいつらなんで死んだの？結構謎なんですが。お、レラの魔術師塔が入れるようになってる。この坂、この中から多分転送門があって、エインセル川本、川本じゃねえ、本流に入れるんかな。お、雪魔女のシリーズ。あー、なるほどね。ラニちゃんの、ブワーコスプレセットが手に入ったんだ。で、俺これ、積んだ？これですわな。これで転送させてもろって、さあ、またまた初めてのエインセル川本流だわ。ここに来るのも初なのよね。小さなラ、え、何それ小さなラニ、なんぞよそれ。なるほどね。祝福でこの小さなラに話しかけるが追加されてたらしい。これは調べんとわからんかったわ、絶対。え、反応がない。えい、お前ゾンがしつこいやつだな。なんだお前、喋れるんならさ最初から喋りかけてこいや。なんかちょっとツンデレなんすか、ラニちゃんは。知られてしまったからには逃がしはしないぞと。協力してもらおうか。何をするつもりなんだか。災いの鍵を探し出し消し去るのだ。あ、なんかその災いの影ってのが一応このイベント上のボス的なやつなのかな。なんか倒さんといかんとは書いてあった。おお、これがノクステラか。初めて来たけどすごいね。めっちゃ綺麗じゃん。少し昔話をしようか。私はかつて新人だった。で、見事なけミケラとマレニア、そして私だけがそれぞれの二本指に見出され、女王マリカを継ぐ時代の神の候補となったのだ。他の奴らは二本指に見出されなかったんだ。だから私はブライブを授かった。新人の特別な従者としてな。二本指を拒んじゃったんだ。死のルーンを盗み、新人たる自らの体を殺し捨ててでも。
私はあんなのものに操られたくはなかったのだ。私と日本はお互いを呪っている。災いの影とはあやつの資格なの。じゃあ俺さ、それ倒したら俺もさ、日本指に呪われちゃわない？私が日本指を拒んだ時、それでもブレイブは私の味方でいてくれた。ああ、そっか。そういえばイジーもなんか言ってた気がするよね。あいつは日本指のによってラニーに使わされた従者だから、日本指を裏切ったラニーにいずれなんか災いをもたらすよみたいなね。お前部下のことめっちゃ好きやんこいつ。ブライブとイジーのことそんな好きなのか。でもイジーはブライブが絶対いつかこう悪いことになっちゃうからって勝手に風呂に閉じ込めちゃったんだ。お前も加えるべきだったか。いいんですかこんな新参者を。そんなね、お人よしということでは奴らと良い勝負だろうしな。あーはーん、こいつマジで超好きやん。あいつらがどうにも気が緩むな。なるほどね。こいつなんか確かに急にペラペラ喋り出したもんな。これこういうの込み込みでなんかすげえ今作のヒロイン枠とか言われてるわけか。まあ、メリナちゃんはね、なんか全然ずっとお堅いもんね。影、お前が最後だ。あ、こいつか。災いの影。なんかすごいドス黒い。あ、こいつ死のルーン持ってるの、もしかして。魔女ラニがお前を刻みに行く。決して言える運命の傷を。かっこいいね、ラニちゃん。てか、なんかブライブに似てるのは、なんでなん？いてー！貫通ダメ、えぐ。これやられる前にやった方がいいか。ほい、ほい。いや、待って、貫通ダメ、マジで。シャレにならんくない？ 1?2? しかもこいつあれなんだよね、そこそこちゃんと硬いっていう方向からの。これあれかな、直撃したらワンチャン一撃死しちゃうかな。さすがにそれはないか。ジャンピングにジャンピング重ねて。でもこいつあれだわ、ちゃんとひるむから優しい。回復するの？嘘でしょ。じゃあもう僕もこういうことしちゃうからね。ほら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 、痛いでしょ、痛いでしょ。お前カーリアのひぎをくらいだ。あ、よくないで。こっちの方がいいか。危険のエンジン、こっちの方が多分ね NPC 避けないと思うんだよね。180、弱い。終わりだよ、災いの影くん。対戦ありがとうございました。見事な戦いとかなんかさ、褒めてくれるのめっちゃなんか嬉しいわ。メリナちゃんは何も言ってくれないもんな。お別れ？え？捨てられた王家の鍵。急にイジーたちに愛してるとか。え？この子のヒロイン適性高すぎないか？そりゃみんなエルデンリングのヒロインはラニちゃんだよって言うわ、こら。なんか急にラニなんかすげえ好きになったわ。なんなんこのツンデレ女。あ、でここが腐れ子につながるんだ。なるほどな。今さっき手に入れた鍵、ここの宝箱を開けるらしいわ。なるほどな。これが、暗月の指輪。これがあれか、あの、ラニちゃんにはめる指輪だわ。婚約指輪。暗月の指輪、月の王女ラニの冷たいちぎりの指輪。暗い満月をかたどった大粒の指輪。月の王女ラニがその伴侶に送るはずだった冷たいちぎりの指輪。ラニが新人であれば伴侶とはすなわち王である。そして指輪には忠告が刻まれている。何者もこれを持ち出すことなかれ。夜の彼方、その孤独は私だけのものでよい。もう俺は、自分は一生一人で、自分だけの夜の律を目指しますよっていう話なのかな。で、この棺に入ると、アステールのところに連れてってくれるって感じかな。俺なんかさ、ここのアステールじゃないんだけど、アステールって同じような個体が何体かいる？普通に最初にやった時にそのアステルと同じような見た目のやつと戦ったことあるんだよね。多分使い回しのボスが一応どっかしらにいんのか、どこで戦ったかまでは覚えてないんだよな。してこの棺で石棺で送るシステム好きすぎないか。光るキノコ、キモいねー。今主人公さ、この石棺に入るその勇気なんなんマジで。さあ、アステール、対戦よろしくお願いしますっつっても、RTA 散々見てるから、なんかある程度は知ってるんだよね。いや、つかそもそも戦ったことあるから、ブラーある程度わかるんだよね。この尻尾は、2連ピチピチか。
あ、これはな、いてー、その腕の根元にもちゃんと判定あるんだ。どうだろう、こいつ盾効果あるかな。盾いてー、あ、腕の範囲広くない。それは即死ビームかな。なんか RT でよく避けるの頑張ってるイメージがあるぜ。いてー、ちょ待って、お前動きすぎじゃない。なんだなんだ、あ、ワープか。お前体埋まってますやん。あ、でももうあれだわ、俺の火力が高すぎて恐るるに足らず。えっ、これ知らないかも。ああ、三連重力破壊知ってるわ俺が戦ったことある魔法のアステルボン、あれ使ってきた気がする。いてー、いや、さすがにダメージ痛いな。ほい、それなんだ、あ、ワープか。ワープからの何来る、何も来ない。あ、これはやばいかも。これってさ、なんか明確ないい避け方あるん。気合、こいつの横に走っていけばいいんですよ。その羽ばたきはなんすか、威嚇っすか、威嚇してんすか。うわ、やべ、いてー、なんかやばそうかも。あれ、つかみ攻撃か。これは1、2、3が来る。痛くね、その重力波。っていうかさ、こいつんとこに来るまでの間に、あ、死んだかも。あの虫どものせいでさ、聖杯瓶使いまくってるせいで数少ねえわ。でもなんか全然余裕だね。さすがに火力高いし、戦ったこと、似たようなやつと戦ったことあるし、そもそもなんか全体的にこういう大型ボスってさ、うわ、タイミング下手なんだよね。なんか殴るチャンスがさ、無限にあるからさ、全然火力のゴリ押しがしやすいってのも、でかいかな。ふっ、待って、俺さ、なんでバフをしてから入んなかったんだろう。ちょっとなんかバフしなくせずに入った自分が悔しいから、死んでいいか。お前さ、ワープからの噛みつきはないって。いや、アステル見てよ、当たらなくね、こいつの攻撃。よいしょ、お前当てる気ねえのかよ、忖度してんのか俺に。最後の一撃は別に切なくともなんともねえな。やっぱあれだな、こういう大型ボスってあんまり戦闘が面白くないんだよな。待って、グレートカーリア使えよ俺、何やってんだ。うわー、月光の祭壇ついに来た、初めて来たわ、テンション上がるぜ。ラニ様、お、え、日本指か。あー、ラニはやっぱあれなんだね、真珠島の日本指ぶっ殺してここに連れてきてるんだ。おい、誰だよラニ様の頭にこのメッセージ置いたやつ。ラニ様、カーリア騎士、今ここに来ましたよ。これあれか、人形の体の方か。あ、いや、そっか、物理的な元々の肉体は真珠島にあったもんね。やっぱあれなのかな、ラニがこの日本指をぶち殺したっていう解釈でいいのかな。まあ、そこら辺はあれか、考察の余地ありってところか。あー、なんかよく何度も見たやーつだ。何度も見たやーつつか、あれだけどトロコンとかでしか見てない気がするけど。え、待って、もともと指輪はまってません、あんた誰と婚約したの。なるほどな、これはみんなラニちゃん好きになるよな。いいわ、なんか道中がなかなかめんどくさいのもあってさ、このイベントスコだわ。これで終わりかな多分。まああとちょびっと残ってるっぽいけど。お、霊体が来ますよと。なんかちょっとつつましいですね、手の持ち方が。お前が私の王だったのだな。伴侶ってこと？そういうことですよね。俺と結婚してんのかお前。私の方がお前でよかった。私は夜空に行く。私の律がそこにある。
うわお前は王の道を歩んでくれと。互いに全てが終わった時再び見えるとしよう。あ、だからエンディングで会いましょうと。うわこのイベントやってからレナラを倒したらさ、結構感動するんだろうな。で、暗月の体験と月光剣ってやつですよね。いやーかっこいいね。僕知力がもう足りなくて本来の性能発揮できません。そう、ブライブがね、なんかシャシャリ出てきてブチ切れるらしいよ。やっぱ2本指の何使いだからさ。おっ、いきなりかよ。ラニが2本指を裏切ったというか、2本指お互いに呪われている状態だから、こいつの戦いはそうなると。え、お前かっこよ。災いの影の氷属性バージョン。おい、あれだな、モーション一緒だな。待て、アデューラ、お前邪魔すんな。俺とブライブの一騎打ちをなんかドラゴンに邪魔されそうです。して、これ災いの影と一緒だなって言ったんだけど、地味に技の派生が変わってるわ。芸が細かいね。ちょ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 、アデューラ、アデューラ、お前待て、ちょっと待て、アデューラ。さよならブレイブ、お前との日々は忘れないよ。あー、当たって、よかった。おー、小さなラニさん、まだ生きてますね。お前さ、なんかさよならだみたいな雰囲気あったくせにさ、俺のことが好きすぎてここに残ってるんですね。黄金ではない、星と月、冷たい夜の律だ。私はこれを、ん?この地から遠ざけたい。なんで?生命と魂が律と共にあるとしても、それは遥かに遠くにあればよい。あはん?確かに見ることも感じることも信じることも触れることも、すべてできない方が良い。だから私は律と共にこの地を捨てる。それでもついてきてくれるだろう、ただ一人の私の王よ。うわ、ちょ待って。なんか今すげえときめいた。で、イジーにね、ブレイブのこと話すと、なんかこいつも消えるらしい。ラニ様はついに旅立たれました。レナ、あのお方がそう呼ぶ塔から新人たる暗い道へと。ははん?気候のおかげです。ラニ様の軍師、いや、幼き彼女のジーヤとして深い感謝を申し上げます。なるほどね、もうちっちゃい時からこいつはずーっとラニちゃんたちに仕えてきてたんだ。うわ、なんかすげえ感動だわ。気候はまさにラニ様の英雄でした。おほー、褒めすぎだって。まさかブライブが、まあでもお前の予想通りでしょ。ブライブがあの風呂一体どうやって抜けて、ごめん、その風呂は俺が解いちゃった。でも俺が解いてなくても、あの風呂は出てくるらしいよ。怒り狂ってなおラニ様のために尽くすとは、軍師イジーともあろう者が見誤っていたということか。え、でもあいつなんかやってたの。私ももうすぐそちら行く。あー、自殺するんだ、ブライブになんか敬意を表して。え、なんかすげえ悲しいわ、ジーや。行っちゃうの?俺がこの祝福でチラッと休んだらもう行っちゃうのかい?行っちゃったー。え?え?え?どういうことなんだこいつ、死のルーンで自殺したのか?なぜ?よくわかりませんね。イジーの鈴玉やら、兜やら、もろったけど。この死体は消えないのか。大いなる意志とその使いたる指のあらゆる干渉を跳ねのける。イジーは恐怖していたのだ、自らの裏切りを。こいつも何?その大いなる意志によって使わされた、まあ、作られた命的なあれだったのかな。まあ、何はともあれ、あとは、その、夜の律のエンディングを見るために、ちゃ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 ーっとストーリーボスどもを攻略していきますか。グレートガーリアカーリアで終わりなんだよな。さあ、で、本当は死の修復ルーンも持ってるから、ここで
多分あれなんだよ、その死の修復ルーン通常エンドのプチ分岐バージョンみたいなのを見れるようになってて、でこれでラーに召喚するとそのなんだっけ月の率夜の率のラニルートエンドが見れるというわけでございますわな。ラニーちゃん、これは霊体なのか？ The battle is over, I see. 全て終わったのだな。いや、ラニールートだいぶ時間かかったな。結構ね、なんか寄るところが多くてさ、マジ、まあまあ時間かかったわ、こいつのルート。狂い火とかはね、なんか聞いた限りだとそんな時間かかんないって聞いたんだけどね。ああ、人形体だわ。召喚されるときもちゃんとその人形の体でしか召喚されないんだ。っていうかさ、多分ラニーってさ、もともとは多分腕2本じゃん。それを人形の体だから腕が4本あるってのは分かるんだけどどんな感覚なんだろうね、腕4本いじくるの。新たなさ、腕が生えてくる感覚なわけでしょ。なかなか独特だと思うんだよね。星の世紀、月の断り、千年の旅、すべてを冷たい夜遥か遠くに思うがよい。お前王様だよ、なんでひざまずいてんの。もうちょっと堂々と行きましょうよ。え、これ俺も一緒に月に連れて行かれるん？大丈夫？酸素ないぜ。そこは新人様が何とかしてくれるってのか。あー、プロポーズ終わった今、逆プロポーズ受けたわ。いやマジ、イベントやってて思うけど、みんなこら、そらラニちゃん好きになるわな。なんかね、エンディングもさ、トロフィー回収率、通常のエルデの王、通常ルートのエンディングよりも、この月の女王だったかな、月の夜、このラニイベントルートのエンディングの方が、月の世紀か、の方が、達成率多いらしいぜ。みんなラニちゃん好きすぎてそっちやってんだな。